こんにちは、ミロクです。ココちゃんが、ついにカーテンが届いた。うん、あ、なんか珍しいね。暖房、いつ以来？子犬の時以来、ちょっと暖房かもとしたね、今。カーテンが届きました。はい、ちょっと以前買った青いカーテンはですね、我が家はあれ失敗したカーテンで、長さが合ってない。そう、本当にちょっと買い間違えて長さが合ってないし、こうネットで見た感じと全然色が違っててがっかりしたカーテンだったので、ちょっと今回はですね、カーテンちょっと見に行って、ほんで窓の寸法もちゃんと測ってもらって今回は注文してみました。はい、でこれをちょっと開けてみようかなと思います。こんなちゃんとした形でカーテンを買ったことは未だかつてなかったです。ないね。ね。うん。なんか今まで適当になんとなく買ってたから。これはあれだ、レースの方だ。ああ、レースの方も買ったんですよね。うん。レースが一つ。はい。こんな感じ入ってくるんだ。いいじゃん。色なんか良さそうじゃない？良さそう。イメージしてるのと大体同じじゃない？見たかったね。そうだね。おいおいって感じだよ。はい、じゃあこれ開けていこうかね。なんかちょっとね、ピンクっぽいのがいいなと思ってな、グレーっぽい、ピンクグレー、グレーピンクみたいなのがいいなと思って。あ、いいんじゃないですか、私の好きな色。しかも遮光性抜群なやつを買った今回。ていうか色で選んだらたまたま遮光性が明るいと寝れないんでしょ。私はね、そう、かぶせ縫いっていうんだって。プリーツ加工がしてあって、あ、これこっちが右だって。あ、よかった。それ向き今聞こうと思ってた。あ、こっちが右で、じゃあこっちが左に。はい、今ね、半分取り付けました。こんな感じ。全然違うね、やっぱね。これほんま買うの失敗した。このなんかひだひだになってんのがカーテンは可愛いよね。なんかですね、このカーテン、こういったリボンで、まとめて送られてきてますね。こんな感じ。よし、できた。おー、結構いいんじゃない、うん、重厚感があるね。ドンチョウのようですね。ちょっと暗くしてみる。いいじゃん。うわー、暗ー。家電の光だけが見えてる。すごい、これは目覚めないかも。朝嬉しい。ちゃん、やったー。ゆっくり寝てくれ。ゆっくり寝ようね。じゃあ次、パソコンルーム行きましょう。はい、おお、いいね。全然部屋の中見えない。すごいね、このカーテン。やっとプライバシーが守られる。おお、いいね。どう、いい感じ。こちらパソコンルームになってますけれども、やっとカーテンがつきました。よかったね、ここちゃん。ちょうどいい高さやな。あ、そうそう、高さね、そう、机のあそことか、うん、こだわった。で、こっちは机より、お店の人がやってくれる。でも本当ミリ単位で、5ミリ単位で聞かれたから、とりあえず机に合わせて、こっちとはちょっと高さ違うんだよね。こっちは机にね、ここ壁にちょっと間開けてさ、こう通るようにしたいなと思ってん、こっちはだけはね。で、あっちは机の上にしたいなと思ったから。ちょうどね、そう、うん、って感じです。嬉しいね。これどっちも両開きなんですけど、これだから機能性カーテンやったっけ、なんていうの、ちょっと部屋汚いんだけど。機能性だけで選びました、こっちの部屋のカーテンは。とにかく太陽が結構この部屋だけはね、ほんと入ってきてくれるので。何やったっけ、忘れたね。断熱じゃなくて、断熱を一番にこう選んでるやん。ほんで見えないやつ。あ、そうそう、なんか今ね、普通ね、電気つけてたら、夜やったらほら、ミラク、じゃあレーズカーテンやったら外から見られるやん、うん、それが見えないっていう特殊な折り方のカーテンで、あと UV カットで、カーテンを閉めてても明かりは取り入れるっていう。それや、その折り方や。名前はもう忘れた。もう名前忘れたけど、なんか床ね、これ1センチ開けるぐらいが普通らしいねんけど、私は結構もうスレスレにしてくださいって言ったのよ。もうとにかく光入ってほしくないんでって言って、だからかなり長めのカーテンになりましたけど、まあでもいいんじゃない、いい色ですよ、うん、落ち着いた感じの、まあ、まあ落ち着いた感じになったね。はい、ということで、カーテンが来たよというお話でございました。はい、ココちゃんはカミカミ楽しんでおりますね。
はい、やっとうちもプライバシーが守られるということで一安心でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでご視聴ありがとうございました。じゃあまた。長いね。こんな結構カーテン大事やで。だいぶイメージ変わるからな。え、めっちゃ可愛い。やっぱりこの生地、うん、右左、うん、カーテンはとりあえずこれで完結かな。ね、いいね。ちょっとこの光沢のあるレースカーテンにしてみました。これがやりたかったん。このレースカーテンが部屋の手前側っていうのをしたかったな。そしたら私がやりたかったのがピンタレストに載ってた方法で、なんかレースカーテンは結構窓際に配置するのが一般的だけども、こう部屋の手前側にレースを配置することによって、なんかレースカーテンのこの柄を楽しむことができると。あ、だ普通だからこれが部屋のこっち側に、うんうん、なんかこの柄を楽しむレースカーテンをしたいなと思って、ここで手前にしたかったのね。でちょっと今タッセルをまだ買ってないから、ちょっと手でやるしかないんだけど、まあ、ここでくくったらさ、こういうなんか このバッグとこれのコラボレーションを楽しめたりとか、なんか、まあ、まあこういう風に遊んでみてもいいし、なんかいろんなこう表情を楽しめるかなと思って、で、まあ、飽きたらこれをさ窓際にこうチェンジしたっていいわけやん、これと、うん、こう、うん、で、まあ、そういうことで、だから、まあ、これはその柄を楽しむためってことで、あんまり機能性はなくて、遮熱とか、なんだろう、あと何あ、ミラーカーテンになってたりとかってことはないんやけれども、まあこの部屋はだいたい夜にいることが多いし、昼間にいるのはパソコンルームだから、まあいいかなと思って。どうでしょうか。いいんじゃない。ちょっとあれやね、地面にスレスレやから、ちょっとだけ上げてもいいかもね。しばらくこれでやってみましょう。はい。って感じです。こんなカーテン買ったことない。私もないよ。初めて。このなんかキラキラが可愛いやん。うん、私光っての好きやし、キラキラ。しばらく吊るしてシワを取らないと。したいな、シワ取らない。少々やそれ奥のもやで、こっちも、ね、そっちの方がだいぶね、なんかやっぱしこれ 金色もあったけど銀でよかったね。こっちのなんかくすみピンクと合ってるやん、銀が。なんか話に飽きてる人いるけど、あここちゃん、ここちゃんどうですか。これめっちゃ可愛いやん、光に透けても。え、ほんま嬉しい。こんな。ここちゃんいただきたしてるなんかほっぺたついてる。何ちょっと言ってんの。あ、おちゃん真っ黒で何もカメラに映らんけど、嬉しい。私こういう可愛いのが好きだから嬉しい。取扱説明書ちゃんと読んどいてくれ。お前このカーテンがさ出来上がってきたからさ、今度このダッサい、これ紐コードをなんとかしたいな。これ本当はここだったんだよな、多分。なんでこっちじゃないんだろうね。壁掛けテレビの人だったんだろうね、前回住んでた人。あ、前の住民が。こ嫌やな、こっちが良かったな。こっちないの？あの不動産屋さんはめっちゃいい人で、その下にデッキンか交渉してくれはったけど、あダメでしたって言ってた。そうなんや。じゃあまあとりあえずこれなんとかせなあかんね。これテレビボードもちょっとこのクーラーボックスがやばすぎるよ、もう本当に。キャンプにでも行こうかっていう。この中にノンアルビールいっぱい入ってて今取れないから、ノンアルが。だからビール飲むしかないって。そんなことはない。